大和プロスタッフの草深です。今日は2018年、新製品エアエッジの、メガトップのソリッドチップのベイトロット、これを2本紹介しようと思います。で、今回その2本67の M パワーと7フィートの MH パワー、この2本のロッドを、発売になります。で、ソリッドチップの特徴なんですけど、まずやっぱり先が繊細、まあ、繊細なことによって、まあ、ちっちゃい当たりが取りやすいとか、あの食い込みがいいとか、そういった部分もあるんですけど、今回のこのソリッドチップ、スピニングとかにあるソリッドチップよりかは、まあ、はるかに、まあ、M パワーとか MH パワーということで、先の部分が、硬いソリッドチップです。で、ソリッドチップのメリットっていうのは、もう足際とか、まあ、沈んでる木とか、そういったものに対しても、先がちょっとこう、チップがクッて入って、先でこう、変化を感じて、そのトレースするときに、普通のカーボンロッドだと結構こう、引っかかったところから、プッて外したときに、やっぱりストラクチャーからこう、ワームが離れちゃう。それに対してソリッドチップっていうのは、先がこう、柔らかいことによって、感じながら、ストラクチャーに対してこうタイトにベタベタというかくっついた状態でトレースすることによって、その食いしぶったようなバスとかタフな時にあのバイトチャンスを増やすことができるロッドです。で、まあ、同じくその感度っていう部分ではあの対極にあるのが、まあ、コンパイレックス、スティーズのコンパイレックスとかはもうロッドの弾性、高弾性であるその感度、手元に来る感度と、で今回はこのソリッドティップのメリットを生かしたこうロッドが曲がることによって、こうティップを目で見てその目感度っていう、その2つの感度があって、まあ共にどっちもやっぱり釣りの中では必要で、まあボトムのその種類、要は狙うストラクチャーによって使い分けてます。で、僕の場合はもうハードボトムの比較的その起伏が激しいところっていうのは、どうしてもソリッドティップ先が柔らかい分スタックしやすいという一面もあるんで、そういうところはやっぱコンパイレックスの方がいいですし、逆にちょっとした枝でもちょっとしか沈んでない、高さがない枝にちょっとしたところにこう引っ掛けたりとか、もしくはその食い込みの良さっていうところを生かしたい場合は、今回みたいなこのメガトップのソリッドティップのロッドっていうのをワームで今使い分けてやってます。エアエッジの、701MHBST、これは7フィートの MH パワーの、ソリッドティップのロッドになります。で、このロッドに関しては僕の場合は一つは、7グラムよりか上のテキサス、だいたい重くて、7から10ぐらいがメインになります。で、ワームの方もどちらかというと4インチ、5インチのある程度そのワームにボリュームがあるバルキーなワームに使ってます。で、あともう一つ、メインで使ってるのが、ヘビキャロ。これね、14g のバレットシンカー使ったヘビキャロなんですけど、今、スティーズクローをつけてて、まあ、こういった感じのヘビキャロを、ロッドで引くとじゃなくて、リールで巻きキャロ。で、ここみたいにリップラップがあって、結構リップラップから外側にちょっとこぼれたりっていうところで、こう、リールで巻くキャロをこういう風にリトリーブして、でこの時にその外側にこぼれてるそのちっちゃい変化でもソリッドティップだとちょっとそこで軽く反スタックして、その食わせのタイミングだったり、もしくはその引っかかった状態からプルッと外れてリアクションで食わせることができるので重宝してます。はい、エアエッジの671MBST、 これは67の、M パワーのメガトップのソリッドチップのロッドになります。で、これは、僕の場合結構軽めの 3.5 から、一番多くても 7g ぐらいのライトテキサスに一番使ってます。で、ワーム使うワームの方も比較的、まあ、ちっちゃめのボリュームがないやつ、あんまりそのバルキーではないような抵抗が少ないワームに使ってます。で、今こう石積みやってて、やっぱり石積みのこう穴ぼことかにバスがいるんで、まあそれをソリッドティップでこう穴に入ったかなっていうのをちょっと感じながら穴から出てくるっていう、そういう
細かいその岩の間をこう気持ちよくトレースさせて、さらにその石の一個一個の穴にこう一個穴が飛ぶんじゃなくて、隣の穴をこうしっかりこう落としていけるようなソリッドティップのこのティップで感じて、今こう引っかかって抜けて落とすっていう、これこういう細かいその石に対してタイトに穴に対して一個一個落とせるような感じのショットなんで、まあ、そういう細かい変化に対して釣りをしていくときに使ってます。で、あとやっぱりその食い込みの良さとかそういうところもあるんで、まあ、普通結構タフな状況で食いしぶってる時とか、そういう時に結構やっぱりロッドの違いでチョーカーって変わってくるんで、おすすめです。ダイワプロスタッフの内山です。で、今回紹介するのは AIH の70の M そして G ということで、 G がつくってことで AIH 初のコンポジットロッドですね。グラスとカーボンのアイノコロッドになってますね。でね、2017年までは全部カーボンロッドでした、 AIH のモデルは。だけど2018年ニューモデルに7フィートのグラスのコンポジットモデル、どうしてもねカーボンじゃ取りきれないファーストムービングの魚もいるのも事実で、AIH で、ずっと待ち望んでたグラスのコンポジットシリーズがまず7フィートで出ます。で、7フィートってまあオールマイティな竿になってて、まあ、もちろんディープクランク 3m、4m ダイバーのディープクランクもいければ、シャローのチャターベッド、スティールカバーチャターとかスティールクランクなんかを使ったシャローカーバーゲームで、グラスのコンポジットってどうしてもね、なんて言うんだろう、投げにくい、そのシャープさがないっていうイメージがまだまだ多くて、特にね AIH みたいな、まあ、中級クラスの価格帯ではだるい、重い、投げづらいみたいな3拍子揃ってるグラスコンポジットロッドが多い中で、この AIH はもう本当に高弾性で、ほぼカーボンに近い投げ感でありながらも、台湾のグラスコンポジットの技術は世界一なんで、しっかりシャープに投げ込めるけど巻き感はしっかりグラス感残してるんで、まあ、タフった時のショートバイトの時ですよね、特にクランクベイト針掛かり1本みたいな時にしっかり竿が曲がって魚の引きに追従してくれるんで、バラすことなくキャッチアップできるし、竿先が7フィート M なんですけど入るんで、軽いウエイト 7g ぐらいのちっちゃいクランクベイトなんかもしっかりブランクスに乗せることもできて、とっても扱いやすいで、シャローのカバーもスティーズカバーチャーターなんかをねスキップするときにもね、なかなかカーボンロッドだとスキップのイメージってあるんですけど、こういう7フィートのグラスのコンポジットでもしっかり8分の3のカバーチャーターなんかをブランクスに乗っけて奥まで入れても興味があるんだけど、なんかこうネガティブなイメージしか持ってないグラスのコンポジットに対して方にはぜひね、この AIH の70の MG おすすめします。とってもねシャープで、かつグラスのコンポジットのいいところも出てるんで、最初の1本としてはとっても扱いやすくて、汎用性のあるロッドに仕上がってますんで、ぜひ AIH の70の MG 投げてみてください。ダイワプロスタッフの草深です。今回紹介するのは2018年新製品 AIH の、スピニングモデルで、番手の方が 701HS、まあ、7フィートのヘビーアクションのスピニングロッドになります。これはね、昨年出させてもらった、クロノスブラックレーベルだったパワーフィネス用のスピニングロッドの、AIH 版になります。で、これ H パワーなんで、まあ本当にそのカバーの奥からバスを引っ張り出せる、そういうロッドに仕上がってます。で、ロッドの方は、全身ブレーディング X で X45 が巻いてあって、まあネジでにもネジでにくいような構造になってます。で、このロッド本当にそのロッド自体はすっごい硬いんですけど、まあ、その硬さっていうのがそのどうしてもこの釣りには必要で、カバーの奥から引っ張り出したり、もしくはカバーの奥にかかったバスがこう出てこない時っていうのは結構ロッドの長さっていうのが必要になって、まあ、バスの上までヒップを持ってってそこから引っこ抜いたりっていう結構
激しい使い方をするんで、まあ、そういった状況ではやっぱりこの H パワーっていうのが必要になってきます。でもう少しこうカバーが、きつくないようなこととか、あとは若干ちょっと軽い、今これ 3.5g のジグ使ってて、まあ、2.7 とかそういった軽いものを使う場合はクロノスの6点の MHS っていうのも、使い分けとして普段使っております。